はい、お母さはい。ん。今から大喜利してもらいます。はい。大喜利してますか？なんとなく。なんとなく。じゃあ頼みますよ。はい。はい。じゃあ、最初のお題からいきます。はい。聖徳太子が持っている棒は何をするためのもの？聖徳太子が持っている棒は何をするためのもの？お願いします。まともに答えなくていいんでしょ？クイズじゃないんで、ボケてください。いや、太い方は。あ、早い。聖徳太子が手に持っている棒は何をするためのもの？アホなことを質問した人の頭を叩くため。ハリセンみたいに。はい。それ叩きたいぐらいですね、お母さんをね。いいでしょう。いいですよ。はい。はい。もう一回いきますか。いや、いい、いい。このお題変えますか。はい。はい。じゃあ次のお題いきます。はい。登山が大嫌いな人でも山に行きたくなるような誘い文句とは？どういうふうな声をかけたらね、登山行きたくなるか。誘ってください。あ、できましたか？はい、登山が大嫌いな人でも山に行きたくなるような誘い文句とは？途中の景色はもちろん、頂上まで行った時の達成感。当たり前やな。普通やん。行きたくなるよ、そら。普通やん、そら。行きたくなったわ、こっちも。ほんだらいいやん。まあいいけど、大喜利ですよ、大喜利。ボケてくださいよ。ボケだね。じゃあ次のお題いきます。暴れん坊将軍が急に暴れ出しました。なぜでしょう？お、早いは早いですね。はい。暴れん坊将軍が急に暴れ出しました。なぜでしょう？お腹の中の虫が暴れ出したから。ボケられへんよ。大丈夫ですよ。あまり怖くないホラー映画のタイトルを教えてください。これ怖ないやろみたいなね、ホラー映画のタイトルがあれば。知らないからね、なんかゾンビの映画とか。はい、あまり怖くないホラー映画のタイトルを教えてください。はい、貞子の青春。面白い。何指示顔隠すの。 いいですね、今の面白いですよ。 じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。また会いましょう。はい。